マツダ RX-792P は、イムッサ GTP 規定のプロトタイプレーシングカーで、ある。この車の名称は、RX-7 参戦が1992年、プロトタイプを合わせたもので、マツダは、マツダモータースポーツからそれぞれ77と78のカーナンバーで2台エントリーし参戦した。搭載されているエンジンは、 1991年ルマン24時間レース優勝者であるマツダ787バイトに搭載されていたものと同じ R26 バイト型直列4ローターエンジンであるが1991年型との違いとしてイムスサ規定にある音量制限をパスするために若干の出力制限が施されている。マツダモータスポーツはシリーズ第1戦 デートな24時間レースには出走せず、第2戦マイアミから77号車の参戦を決めたが、レース開始前にマシンが炎上し、決勝に出走することなく、デビュー戦を終えた。第4戦ロードアトランタから78号車が追加参戦し、以後最終戦まで2大体制でシリーズを戦った。RX-792P は、 イムスサ参戦12戦で2位と3位を1回ずつ獲得したものの優勝には手が届かなかった。スプリントレースでは77号車をプライスコブ78号車をピート・ハルスマーがそれぞれドライブしたがセブリング12時間レースのみジェームス・ウィーバーも含めた3人で77号車をドライブした。ありがとうございます。